これは何かしらの巻き、村の子かしら。わからない。体中こんなにキノコが生えてては。アフェランドラ、この子を村へ運ぶわよ。はーい。どっから来たのかしら。生きてるの？おお。アフェランドラなら抜けるんじゃない？え？私？で、みんなで抜くか。男が起きたわよ。見せて見せて。私も見たい。だいぶ眠ってたわね。でも寝ながら食事とってたらしいわ。返せこにゃろ。アフェランドラ、蛇姫様が帰着なされたら、あの方、この事態を絶対に許さない。男を村へ引き入れたあなたたちまで罪に問われることになる。アフェランドラ、まずい。男の剣、早く片付けなければ。キキョウ、やっぱりあの男をジャングルに飛び降りたみたい。戦士たち、ジャングルへ。みんな、あの男は手長猿かの巻きね。くそ、見失った。男ってしぶといのね。村へ急げ。もうそれ、蛇姫様は帰られている。男が見つかったら大事だ。あの男、やはり村に舞い戻っていたか。いた。 あそこ。しまった、クジャ海賊団が。私たちにはもう手を出せないの、巻き。手遅れだった。入国の経緯など問われなければいいが。お待ちください、蛇姫様。マーガレット、そうです、森でキノコまみれになっていたこの男を村のものと思い運び込んだだけで。スイートピー、アフェランドラ、入国させた罪ならば私たちにも責任があります。その通りの、マキ。やめて、二人とも。村へ連れてくと言ったのは私なんだから。メロメロメロ。どうしたんだよ。あ、石になってる。なんで。おい、そう受けたのじゃ。俺のせいで。こいつらどうなんだよ。元に戻るのか。割れてねえよな。お前ら、ここで待ってろよ。ロビンが大生地に氷にされた時みてえに、また元に戻るかもしれねえからな。アフェランドラ、みんな、ここにいたのね。よかった、石棺覚えてもらえたのね。どうなったんだろう。何が起きたか。誰もいない。もう終わったの、マキ。ありがとうな、おめえ。あの、これからも五穀の任に励め。よかった。石
石化前後の記憶は少し飛ぶのよね。後で何が起きたか教えてあげる。よくわからないけど、クジャ城へ呼ばれたみたい。酔っ払ったスイートピーの踊りより面白い。ガムガムだ。ハラゲ。マーガレット、蛇姫様と一緒に中枢の船に乗るんですって。ルフィ、お前らいろいろ世話になった。今度は仲間たちを連れてまた来るよ。仲間？ああ、そん時はサンジの作った料理をお前らに食わしてやるよ。サンジの料理は最高なんだ。お前らきっとびっくりするぞ。それから骸骨の音楽家もいるんだ。骸骨？ブルックっつうんだけど、女を見ると絶対パンツ見たがるんだぜ。パンツ？そんなの見て何が楽しいの、マキ？ルフィの仲間なら特別にいいんじゃない？蛇姫様もルフィは特別扱いのマキみたいだし。楽しみにしてるわ。いらっしゃったの、マキ。ダメよルフィ、その呼び方無礼。ちゃんと蛇姫様とお呼びしなくちゃ。本当にまた来てね。お幸せに。待ってました。よいしょっと。本当に食事がうまいのが唯一の救いだよな。はい、どうぞ。どうも。押さないでくださいね。順番ですよ。アフェランドラ。ん？男どもと口を聞いてはならん。ルフィだけが蛇姫様の命により特別なのだ。それを肝に銘じておけ。はい。なんだよ、ちょっとくらいいいじゃねえか。ねえ、アフェランドロちゃん。すみません。私もまたルフィ引っ張りたい。怪我がちゃんと治ったら一度国に迎えるんだって。楽しみの巻ね。こんなに早くまた会えるなんて。男って面白いからな。私も男になったらあんな風に伸びるんだろうな。楽しみの巻ね。やっぱり無事に仲間と会えるといいわね。ああ、お前ら本当にいろいろありがとな。くれぐれも気をつけるの、巻。ああ、必要とあらばわらわたちクジャ海賊団はいつでもそなたの力になる。